ナイジェリアの大統領は、ナイジェリアの元首にして、政府の長たる大統領である。1963年、ナイジェリアが、イギリス連邦所属の連邦共和国となった際、イギリスから引き継いでいた、議員内閣制を有していた。当初、元総督のナムディアジキウェが、象徴的なポストとして大統領に就任し、アブバカルタファワ・バレワが、首相の座に就いた。 しかし、1966年にナイジェリア軍が力を再度強め、軍事独裁政権を打ち立てた。文民による大統領は1979年まで誕生しなかった。1977年、アメリカ合衆国憲法を模した新憲法が制定され、大統領は行政職となったが、1983年に再び軍政に戻った。その後、 1993年に選挙が行われ、実業家、モシュードア・ビオラが勝利したものの、イブラヒム・ババンギダ将軍が、この結果を破棄した。民政は1999年まで、完全に回復されたというものではなかった。大統領となる資格のある者は、ナイジェリア生まれの市民で40歳以上の男女である。また政党に所属し、その政党からの推薦が必要となる。 再選は2期4年までに制限されている。ナイジェリアの憲法では大統領就任の先生について明記している。先生は最高裁判所長官あるいは任命された者によって取り行われる。ありがとうございます。